さあ皆さん、監督ロッカーン・ブレイザー
まあ、その思いもあったので、今回はこれ気楽にできたのかなと思いました。逆に気楽にできたということですね。チームとしては昨シーズンにも増して安定感が上がったように思うんですけど、ご自身見てて感性というかですか？まだまだ境目でもっと上に上のレベルで戦えると思うので、もっともっと出していけたらなと思います。そしてこの試合3セット目かなり向こうに流れが行ってましたけれど、みんなでよく我慢して取り戻して3対0ストレートで勝ったのは自信になるんじゃないですか？やっぱり皆さんの集中力が、まあ、この結果に繋がったのかなと思います。では最後に個人的な目標を含め今シーズンの意気込みを皆さんにお願いします。はい、僕自身ディフェンスの方で目立ちがちなんですけど、もっとオフェンスの部分で輝けるように今シーズン頑張っていきたいので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。迫田選手に伺いました。では